今日の試合会場の上には気持ちよく晴れ渡った空が広がっています。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。グループステージのこの一戦、名古屋グランパスがヴィッセル神戸と戦います。グループステージ突破にはコツコツと勝ち点を積み上げていかなければなりません。今日も熱戦を期待できそうですね。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。これは攻撃的な 4-4-2 です。バックラインの前で守備的な役割の選手を使っています。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。今日は一般的な 5-3-2 です。ロングボールの精度がポイントになりますね。名古屋のキックオフで試合が始まります。どんな試合になるんでしょうか。相手ボールになりました。前田直樹、ここからどうするのか。ここでなんとかボールに寄せてきました。今日のアウェーチームはチーム全体でプレスをかけて相手のミスを利用するのが得意です。プレッシャーをかけることは大事ですからね。プレスされた状況でのパスミスは致命的ですし、それがさらポドルスキー、ゴールの枠に行きません。このヘディングは力が入りすぎなんじゃないでしょうか。エドアルド・ネット、前田直樹、サイドへ展開します。前に運んでいます。 PK の判定、リードするチャンスです。これが決勝点になってしまうのでしょうか。 PK、 文句なしの PK です。そしてイエローカードが提示されます。ちょっと軽率なプレーでしたね。あっと、この PK は大きく外れた。どうしたんですかね。足元が滑ったんでしょうか。エドアルド・ネット、米本拓司、フリーキックの判定です。カードは特に出ないようですね。さあどうする。ここはインターセプト、しっかり予測していました。オフサイドの判定でプレーが止まります。
ポドルスキー、ルーカス・ポドルスキー、セルジー・サンペル、何かしてきそうですが中には入りません。クロスをブロック、米本拓司、ここはよくスペースが見えていました。何を狙うのか、赤崎周平止めたが抑えられない。さあどうなる、ディフェンスの対応が光ります。ボールを入れました。ゴールキックから再開です。ちょっと残念な攻撃でした。このチャンスは決めたかったですね。クロスに合わせるまではいい流れです。あとはフィニッシュだけですね。リードするチャンスを逃し、監督も残念そうです。ボールを失った。このボールは外に出てスローインでの再開となります。米本拓司、あっとすぐにボールを取られました。タックルでボールを外に出しスローインになりました。西大吾、サイドからの攻撃を狙います。何をしてくるのか、これは見事なインターセプト。カウンターも狙えます。いいカウンターになるかと思いましたがボールを失いました。ルーカス・ポドルスキー、入れば1点リード。止める、止めます。さあボールを蹴った。ここは力のないシュート、簡単にさばけます。ここまでお互いに攻めあぐねているといった印象でしょうか。シュートに持ち込めるようなシーンがほとんど見られません。前田直樹、ポドルスキー、華麗なボールタッチ、とても鮮やかでした。裏も見えていたのか。笛が鳴りました。カードは出るでしょうか。イエローが出ました。少し抗議していますね。しっかりキープします。中谷慎之介、エドアルド・ネット、ドリブルでボールを前へ、クロスは相手に処理されました。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。素晴らしいスルーパス、ここから狙うのか。ウェリントン、ポドルスキーのポジショニングが光る。ボールは相手に渡ります。ボールを前に運んでいます。
前半終了です。未だスコアレスです。前半が終了、ハーフタイムを迎えます。いかがでしたか福西さん、ここまでご覧になって。はい、中盤での奪い合いが激しかったですね。この試合は一つのミスが致命傷になるかもしれません。さあ後半です。ここまではどちらも譲らない試合展開でした。サイドチェンジ、ボールはラインを割りました。ゴールキックです。ホドルスキーのところに行きました。セルジ・サンペル、西大吾、ゴール前に入ってきました。さあ折り返せるか。ベリントン、ボールはゴールラインを割ってゴールキックになります。シュートが外れた。チャンスを逃しました。枠に飛ばして欲しかったですね。クロスは良かったですよ。泉龍二、太田康介、パスはまっすぐ相手に渡ります。セルジ・サンペル、ポドルスキー、チャンスにできるか。山口、ベリントン、このボールは止めただけ。クリアできるか。ポドルスキー、リードを奪いたい。ついに先制点が決まりました。予想通りではありますね。ボールを支配されていましたので、どうしても失点しやすくなります。結構な距離を独走してからのフィニッシュ。スペースを与えすぎるとこうなるんですね。こちらのカメラからの映像です。ここから試合が慌ただしくなってまいります。ダビド・ビジャ、ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠きました。ここはよくスペースが見えていました。ここでスルーパスを狙う。よく止めましたが、ボールはこぼれています。さあどうする。このボールはキーパーが抑えましたね。西大吾、ダビド・ビジャが顔を出す。ダビド・ビジャがこれを抑えます。ルーカス・ポドルスキー、見事なスルーパス、ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。決めましたね。やはりキャプテン頼りになります。こういう場面で決めてくるあたりがさすがですね。監督もここまでやられるとは思っていなかったでしょうね。フラストレーションが溜まっているのがよくわかります。選手交代があります。イエローカードも考慮された交代かもしれません。
ガブリエル・シャビエル。ルーカス・ポドルスキー。ポドルスキー思い切って滑っていった。泉龍二、見事なシェアです。ジョーダ、ゴールを狙う。惜しいシュートでしたが枠の外へ飛びました。山口ホタル、また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲームアドバンテージを取りました。激しいファールです。カードが出てもおかしくありません。名古屋グランパスにイエローカードです。ちょっと軽率なプレーでしたね。注意が必要です。ゴールまで距離がありますし、選択肢としてパス。ちょっと距離が遠すぎました。このフリーキックは枠を外れています。入りそうな気配がありませんでしたね。別の選択肢を選んでもよかったんじゃないでしょうか。ファールの判定です。フリーキックですね。選手の交代があるようです。泉龍二、何をしてくるのか。ボールの動きが激しい。ダビド・ビジャが顔を出す。酒井豪徳、パスをこの位置で防ぎます。下がってボールに触ります。なかなか来ないと見ましたか。いいところへ出した。副審がオフサイドの判定。これは惜しかった。前線の選手が下がってボールを受けます。止めます。やはり存在感が違います。入るか。信じられません。止めた。コーナーからエリア内へ。ここで終了のホイッスル。アウェーチームはグループステージを争うこの試合に勝利しています。どう転ぶかわからない部分もありましたが、手堅く勝利を収めました。勝負を分けたのはわずかの差ですが、こういう試合をものにしたことは選手たちの自信につながるんじゃないでしょうか。この試合では鮮やかなパフォーマンスを見せました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。